ゼーレ、ゼーレ、ゼーレ。わあ、もう呼ばないで。今夜中だよ。今日はかかりやお母さんのお手伝いで庭のお掃除をしたから、もう眠いの。そんなのやらなければいいのに。どうしてあの女の命令に従うの？お人よしだから毎回あなたがやらされるのよ。そんなことない。お母さんは孤児院のみんなを大事に思ってるよ。ゼーレはお母さんの力に。所詮ノーって言えないだけでしょ。それと、シンマールってやつ。お姉様の足を怪我させただけじゃなく、よくあなたの邪魔をするでしょ。今度私に代わってちょうだい。もう二度と意地悪を言えないようにしてあげるわ。ねえ、ゼーレ、起きて。普段は出てこれないし、夜も話し相手がいないから、退屈でどうにかなっちゃいそうなのよ。じゃ、明日の朝、どうなっても知らないわよ。もうこんな時間？体が、重い。疲れが全然取れてないみたい。はい。かかりやお母さん？ゼーレ、ゆうべはどこに行ってたの？ゆうべ？昨日片付けた庭の葉っぱ、その袋が開けられてて散らかってるの。庭の土がついた足跡があなたの部屋まで続いてたわ。それと、今朝真の部屋の扉がチョークで落書きされてたそうよ。
あなたがやったの？もちろん。どうしてそんなこと？いつも黙って我慢して、あいつに自分の思いをぶつけられないあなたを見たくないからよ。あなたに免じて、ゆうべはまだ甘くしておいてあげたわ。最初は、告げ口もできなくする予定だったのよ。こんなこと、やっちゃダメだよ。真実をカカリアに教えてやれば？でも、信じてくれるかしら。どうしたの、ゼール？まあ、シンが困った子だってことはわかるし、ゼーレがそんなことをするような子じゃないのもわかるけど。ゼーレがやったの。は？バカなの？ゼーレがやったの。ごめんなさい、お母さん。庭の葉っぱは、後で掃除するから。シンの部屋の扉にある落書きも、綺麗にする。ゼーレ最近、ちょっと、わかったわ。でも、その前に廊下に1時間立ってなさい。ちゃんと反省するように。はい。ゼーレ。どうしたの？お母さん。その、もし普段嫌なことがあったら、黙ってないで私に話してちょうだい。私じゃなくてブローニャでもいい。何でも一人で抱えないようにね。わかった、お母さん。何考えてるの？やってないのに認めるの？でも、それは確かにゼーレがやったことだから。は？知ってるの。あなたがずっとゼーレの代わりにそういった負の感情に耐えてきたこと。ゼーレが恐怖や不安を感じたとき、あなたはいつも現れる。
正直、最初は悪魔だと思ったからびっくりしたけど。しばらくして、あなたがいると安心できるって、一人ぼっちじゃないって思えるようになったの。本当は、もっと早く気づくべきだった。何に？あなたは悪魔なんかじゃない。あなたは、もう一人の私。もう一人の、ゼーレなの。私たちは繋がってる。だから、あなたがどんな選択をしたとしても、それは私、ゼーレがした選択なの。やっぱり、あなたのやり方は気に食わないわ。お人よしでいたいなら、一生そうしてれば、他人の身代わりとして、一生いじめられればいいわ。まったく。お人よしが過ぎるわ。